どうも、ヤグタウンです。今日もポケモンフュージョンをやっていくんですけど、コメント見ていきましょう。この真ん中のヤグタウンが書いてるコメント、これ実際はナナシさんが書いてるんですよ。なんで代筆したかっていうと、一度動画消しちゃったんですよね。そういうのちゃんと残してるんで、じゃあまず、顔ブーバー、体オムナイト、これをやってみましょう。前準備していっきょったら、これオムナイトの後がオムスターやから、名前がブースターになったんよな。もしかしてナナシさん狙った？全然ブースターじゃないやん、こいつ。ちょっとね、狙ったとしたらやられたって感じやけど、まあ、一応オムナイトもやってみようか。いくよ、せーの、ブーナイト。いや、完全にブースターの方がインパクトあったね。じゃあ次、顔、ビリリ玉、体エビアラ。はい、前準備までできました、ビリリンガ。もうね、この時点でかなり顔が1トンやけど、ビリリ玉の目は結構やばいかもね。よし、エビアラやってみよう。せーの。ふふ。ビリリワラね。なんか熱血鬼教師みたいな感じか。よし、じゃあ次のコメント。顔オムナイト、体パラサイト、パラセクトのことやろうね。やってみよう。はい、前準備のオムパンまで来ました。それでは、ポケモンフュージョン。オムセクト。これ完全に毒キノコやん。なんか毒キノコにちょっとちょびひげ生えとるやん。よし、じゃあ次のコメント。顔コイキング、体カメックス。前準備のコイピーっていう、コイピっていうなんかすっげえ気持ち悪いポケモンから、じゃあカメックスに変えてみよっか。いくぞー、ポケモンフュージョン。コイックス、キモい。よし、じゃあ次が、タカ、ボーマンダさん。で、クラブ顔、カラカラ体、オムナイト顔、不思議花体、ギャラドス顔、アズマオ体、マダツモミ顔、ギャラドス体。この中のどれか一通り選んでくれーってことやから、もう全部選んでやる。よし、じゃあ、クラブ顔、カラカラ体、やってみよっか。はい。それではクラブ顔、カラカラ体、やってみましょう。カラカラ体ってなんか、なんか響きがいいな。よし、やってみるぞ。いくぞ、ポケモンフュージョン。クラカラ。微妙。次が、オムナイト顔、不思議花体。オムナイト顔は結構なんか面白くなる確率が高いかもね。いくよ、ポケモンフュージョン。オムバナ。なんとこのドットは、不思議花顔でかいから、ドットが追いついてない。オムナイトのドットが追いついてないやん。なんかいいね、これ。ボーマンダさん、いいよ。次が、じゃあ、ギャラドス顔、アズマオからだね。よーし。じゃあ、やってみるぞ。ポケモンフュージョン。ギャラオ。ギャラドスに顔に似合わんダサさやな。ギャラドスの顔がこんなにかっこいいのに、アズマオとのフュージョンってなんかもったいないな。じゃあ次が、マダツボミ顔、ギャラドス体。やってみよう。もう前段階の時点で、マダツボミのこの顔が、すっげえ間抜けな感じになりそうやから、期待できそう。いくよ、ポケモンフュージョン。ダサい。マダドス。わしの人気が出るのはマダドス。ライセドス。じゃあ、タカボーマナさんのコメント引き続いて、コイキング顔、ファイヤー体、めっちゃかっこいいっすよ。かっこいいって言い切ったな。大丈夫なんやろうな。俺さ、思ったんやけど、コイキング顔でかっこいいってあり得るんかな。ありえんやろ。まあ、やってみようか、とりあえず。な、行くぞ、ポケモンフュージョン。かっこよくない。全然かっこよくないやん。美的センスを疑うぞ。じゃあ、海竜顔、不思議そう体もっていうコメントがその上にあるから、それもやってみようか。またね、不思議花のドットがでかい現象に苛まれとんやけど、行くよ、不思議そう。せーの。海藻。海藻やねえか、こいつ。名前で攻めてきたな。なんか、形も結構面白いし、名前も面白いね。大助もちづきさん、ケーキ、キノコ、クラッカー、サンタクロース、これをフュージョンしてくれってことやろ。意味がわからん。意味がわからん。じゃあ次は、アンの実況チャンネルさんで、ギャラドス顔、コイキング体、コイキング顔、ギャラドス体。これをやってみよう。これさ、ちょっと見つけて、妖怪ウォッチ、プニプニ、1周年記念特別企画、キャラクター人気投票。俺さ、妖怪ウォッチって、あんま知らんのやけど、わかる？この右手側。おにぎりとか、ツタンカーメンとか、白菜とか、なんなんこれ。人気投票ってこういうやつ、じゃない、なくない？プニプニ VS それ以外やって。イベントについて、プニプニのキャラクター VS それ以外。めでたく1周年を迎えた妖怪ウォッチプニプニ。しかし、世界は広い。プニプニ以外のものよりも人気がなければ意味がない。我々はもっと上を目指します。今回は妖怪ウォッチプニプニのキャラクターだけでなく、それ以外にも投票可能な人気投票を開催いたします。
左から読んでいくよ。みんな大好き妖怪ウォッチの顔、ジバニャン。まあ、順当やな。お米界からの参戦。日本人のソウルフード。おにぎり。これ人気投票入ってくる？自動車がどうして動くか知っているか？エンジン。なんかかっこよく買い取るけども。こいつがいないとみんな超困る。法律。六法全書やん。真の人気者を決めるのは君だ。投票フォームで A ブロック投票受付中。ブロックに分かれるんや。ちょっとやってみよう。